べてはそう。あの時から始まっていたのだ。何？どの時？回想シーンに入りますか？ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、とりあえず全員と話せばいいかな。君は一体、さっきのバトルいろいろ大変だったね。僕の名前は、あ、そういう感じ？まあ、そのままでいいよ。トーマ、この名前でよろしいですか？はい。僕は月並みトーマ。これからよろしくね。大丈夫。君、シャドウサイドの妖怪と戦うのはどうやら初めてだったみたいだね。シャドウサイドとは。シャドウサイド？うん。妖怪には二つの顔があるんだ。普段の姿であるライトサイドと、闇の力を強化させたシャドウサイドが。何それ？そんなの初めて聞いたんですけど。シャドウサイドは要は不気味ってことやんね。シンプルに。そうね。まずはちゃんと自己紹介しないでね。私の名前は、夏目。お父さんにつけてもらった名前だよ。うん。よろしくね。で、だからお父さんって何のこと？子供のお父さんってケイスケにそっくりかも。今更だけどなんだか変な感じだね。そうだね。ケイスケって誰？弟かな？うわ、怖い怖い。少年よ、君に一つだけ言っておきたいことがある。このフォームの時は三つ股の寿司ではなく、ミッチーと呼んでくれたまえ。シュタ。シュタじゃねえよ。よろしくね、ミッチー。うん。素直でよろしいぞ、少年。わからないことは私に何でも聞いてくれたまえ。あ、じゃあさ、なんでさっき俺たちに襲いかかってきたの？答えろよ。早速とぼけるの？かなり怪しいんですけど。お尻に何か刺さってって言ったよね。君は？ナナ！ふぅ、さっきはギリギリ間に合ってよかったぜ。俺の名前は？俺は有星秋典ってんだ。みんなと一緒に妖怪探偵団をやってるんだ。ん？妖怪探偵団って。俺たちは妖怪が起こす事件、怪奇案件をバリバリ解決していってるんだ。稲穂みたいな感じかな。君も妖怪ウォッチ持ってるんだろ？だったら妖怪探偵団に入ってくれよ。考えとくよ。さっきの話聞いてた？この時代の人間じゃないんだよ、きっと。あったね。だからさっきから何度も言ってるでしょうが、まったく。あなたは私とキャラが、どっかっこー、キャラがダダかぶりなんです。あなんか似た者同士だな、あの二人。名前はちょっとよくわからんけど、なんか文句あんのかにゃん。ありません。超怖いんですけど。ジバニャン完全にビビっちゃってる。なんなの、あのでっかいの。よくわかりませんけど。お父さん。みんなと話してちょっと落ち着いてみたいだね、お父さん。お父さんって言われても、まあお姉さんにお父さんって呼ばれてるのはよくわからないけど。もうお姉さんだなんてよそよそしい。うん。さっきも言ったけど、私は天野夏目。夏目って呼んで。うん。じゃあ夏目さんで。え？天野？にゃにゃー。アイラと同じ名字やん。そう。そして私のお父さんの名前は天野あゆな。一体どういうことですねえ。この世界はね、君たちにとっては未来の世界なの。30年後のね。30年後妖怪たちはこうなってるのか怖い。うるせえ連中にゃん。まあ未来と言いましても、あなた方の時代と大して変わってないですけどね。ちょっとジバニャン、ウィスパー。大事な話をしてるんだから、ちょっと静かにしてて。このでっかいのが俺っち？何が大して変わってないですか？我々いろいろ変わりすぎでしょうが。っていうか怖い。ジバニャン何があったの？いきなりそんなこと言われたって、とにかく聞きたいことがめちゃくちゃあるんだけど。まあ、そうなるのも仕方ないよね。話結構長くなっちゃうけど大丈夫？うん。そんなの全然いいよ。夏目さん、教えて。ほう。少年、そんなに知りたいのであれば、した。
お任せを。ここからは愛しの夏目さんに代わり、このミッチーが教えてやろう。ちょっとミッチーにできるの？夏目の妖怪はここってこと？親切、丁寧、わかりやすく説明してみせますも。うん。さあ少年、耳の穴をかっぽじってよく聞け。ありがとう、ミッチー。すべてはそう、あの時から始まっていたのだ。何？どの時？回想シーンに入りますか。伝説のウォッチ使い。かつてそう呼ばれた一人の少年がいた。これがケイタということ。妖怪と交流し、共に戦うことで数多くの妖怪と友達になった。その少年は人間と妖怪の友情の架け橋となって、人間界に平和をもたらしたのであった。ジバニャンのコマさんが、伝説のウォッチ使いの時代から30年の時が流れた今、人間界は悪しき妖怪が暴れ回り、恐ろしい怪奇案件が溢れ返っていた。人々はその恐怖に怯え、泣き叫び、ついには生きる希望さえなくしてしまうのであった。お父さんは何してるの？お父さんは。おお、哀れなる人間界よ。もはや人間は滅びゆく定めなのであろうか。お父さんもう隠居してるんですか？まだ若いんじゃないの？30、40代ぐらいじゃない。誰もが諦めかけていたその時、荒れ果てた大地に正義の妖怪が立ち上がった。筋骨隆々、竜王果敢、プリティ&ビューティフォー、なんだかとってもマーベラスな彼の名は。自分の話をしたいだけなんじゃないの？アメイジングマイチなんですげえアメコミ風に。足の企みをマッチョな拳で打ち砕く。人間界は彼の活躍によって守られていた。ほらもうお兄さんめっちゃもう目に光がないよ。ゆけゆけミッチー、この世に平和を取り戻すまで。何の話ですか？解決超人アメイジングマッチー。違うよね、どこまでが本当なの？本当の話はあったの？今の話は合ってるんですかね？ミスっていつまで妄想してるんじゃい。今の話って妄想だったの？すまない少年、気分が盛り上がってちょっぴり見栄を張ってしまったのだ。まったく。ちょっぴりどころじゃないでしょうが。そうだね。まあ世界を救ったっていうのは本当なんだけどね。マジで？ミッチーだけじゃなく俺たち妖怪探偵団全員でな。え？何？どういうこと？詳しく話すと長くなっちゃうけど、私たちちょっと前に世界を救ったことがあって、妖怪探偵団はその時に戦った仲間なの。世界救った？マジで？じゃあ平和なんじゃないの？もなんかすごい話になってきたんだけど。思っていたよりスケールが大きな展開です。そうなの、鬼王螺旋っていう邪悪妖怪が巨大隕石に乗って地球に来ちゃってさ。巨大隕石？怖っ。けど妖怪とエイナーと僕らが出会ってどうにか力を合わせて倒したんだ。やっつけちゃったのよ。まあ妖魔界に大王様の力も借りたし、めっちゃ大変だったんだけどな。大王様ってエンマ大王様とお知り合い？マジで言ってるにゃん。ひょっとしてこれも妄想じゃ。俺たちがそんなくだらねえ話をするっていうのかにゃん。本当だと思いますにゃん。自分にビビるな、自分に。あれ？っていうかさ、未来の世界って夏目さんたちが平和にしたんでしょ？じゃあどうしてミッチは俺たちに襲いかかってきちゃったの？確かに謎ですね。当の本人はしれっとしてますし。実はそれがエイナ君がこの世界に来た理由なの。そうなの？ねえ、あれは今から少し前、夏休みが始まったばかりの頃のこと。え？あ、もしかしてこれは過去の回想が始まるパターンなのでは。あの日から全てが始まっていたの。うん、回想に入るね。第2章、未来の妖怪探偵団、ザ・フューチャー妖怪デテクティブティームやって。チーム。
ちょっと発音よく言ってしまったね。これは未来の方か。ミッチーがおるけんね。お、ウィスパー。未来の自分に会ったりする?さてっと、準備完了。おや?夏目さん、どっかにお出かけですか?かわいくない。うん、今日は妖怪探偵団の調査だから、大井公園に行かなくっちゃ。なるほど。おやおや、夏休みだというのに忙しいんですね。普通の人には見えないけど、変な妖怪いっぱいいるしね。うん。それに、もし町の人が妖怪に狙われたら、助けられるのは探偵団だけだから。さすが、妖怪ウォッチエルダの使い手、頼もしい限りでございます。妖怪ウォッチエルダとは?やれやれ。こんな暑い日にご苦労のこったにゃん。あれ?普段はその姿?かわいいやん。ねえ、全然、あんな感じじゃないよね。あ、ジバニャンおはよう。何かあったらジバニャンも呼ぶからよろしくね。にゃ。余計なこと喋るんじゃなかったぜ。ほら、ちょっとかっこいいぐらいやん。あれ、そういえばコマさんは?そうそう、そのコマさんから伝言を預かってるんですよ。夏目に頼みたいことがあるので、使いのものをそちらに向かわせたと。コマさんの喋り方じゃない気がするけど。この世界のコマさんはやっぱりちょっと違うのか?使いのものをそちらに向かわせた。絶対コマさん言わんや。何の用事だろう。お家までお迎えに来るそうですし、とりあえず玄関に出てみましょうか。探偵団の集合場所、扇公園もすぐ近くですし、用事を済ませてからでも間に合いますよ。そうね。早く済ませちゃおう。うんうん。あ、なるほど。回想シーンって、もう完璧に夏目を動かして、っていう話なんやね。コマさんどうしたのかな?それに使えるものって誰だろう?さて、私も詳しい話は聞いてないんですよね。何やってんの、ジバニャン。パンツ引っ張って。パンツ?パンツじゃないな。あれは、腹巻きか。はい、ということで、じゃあちょっと今回はこの辺で終わりにしようかなと、思うんだけど、どういう部屋の仕組み?待って、正面を向きたいんだけど私。向けねえ。一階まで降りてったら向けるかな。向けねえ。一人暮らしじゃないよね。お父さん。お父さんだね、きっと。ほい、ということで、コマさんに会ってから終わりにしようかな。これお母さんや!ってことはやっぱり、そういうことなんじゃないかろうか。ええ。あら、外に遊びに行くの?楽しんできてね。名前は出ないんすね。くそ。でも絶対いるふみちゃんよ。ああ。夏目、どっか行くのか?行ってらっしゃい。気楽なもんだな、お父さん。どこだ?こっちか、出口は。あ、こっちやね。桜木ヒルズ。桜木ヒルズ。夏目さん、助けてください。お、ミッチー。あれ?さっきの犬。ミッチー、何やってんの?このワンちゃんが私を襲ってくるんです。ひどい。もうやめて。ミッチー、何やってんの?って、犬?もしかしてこの子、コマさんのお使いできたのかな?なるほど。コマさんってば犬妖怪ですものね。きっとそうに違いありません。お前犬。それにしてもミッチ、ものすごく警戒されてますけど。私はただ夏目さんをお守りするために、そこのベランダに登ろうとしただけなんです。何してんの?そうしたらいきなりこのワンちゃんが現れて、私のお尻をかぶーっと。そりゃ怒られるよ。やめて!とにかく助けてください。まったく。なんというか、同情の気持ちすら湧いてきませんね。ミッチ?しばらくうちには立ち入り禁止。もう召喚してあげないから。そんな、ミッチー、ショック。めっちゃ吠えられてる。夏目さん、困った時にはいつも呼んでくださいね。首振りおるし。さて、ミッチーは放っておくとして。おお、近くまで。さっきはありがとう。君、私に用があったんだよね。またついていくパターンかな。
あ、ぽいね。ヘーム。どうやらついてこいって言ってるみたいですね。かわいい案内犬ってわけね。わかった、一緒に行こう。ねえ、ウィスパー、あの子なんて名前なのかな。ズバリコマさんの使い物ですから、妖怪コマ使いっ子ですよ。もっとかわいい名前でしょう。コマッチとか、コマスケとか。コマスケ、かわいい。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あの犬は何なの？時空を超えていろんなところに存在できる犬なの？わからんけど。コマさんに呼び寄せられたってことかな、私も。